はい、どうも、ダーケータクト。最近、ツイッターが X っていう名前に変わって、ツイートがポストっていう名前に変わったんですけど、違和感しかない。おはこんばんは、タンチュンです。今回の内容は、9月11日から、ランク9が解放されました。皆様、忙しく育成されてるんではないでしょうか。ということで、今回はですね、バトルロードで育成できる S ランクのおすすめ、その他低ランクも一緒に紹介していきたいと思っております。参考になりましたら、ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。まずね、S7 から S8 にレベル上げをする場合、経験値が約240万必要なんですね。これが130から140、ランク9マックスまで上げようと思ったら、経験値が約300万ほど必要になります。やばいですね。この300万経験値を得ようと思うと、普段2倍じゃなかったら、普通にクエスト連れていくだけだと、約1ヶ月かかります。やばくないですか？ジェム割にもよるんですが、それでも2週間から3週間はかかってしまうので、今現在ね、ギルド大会の防衛、さらにギルドの攻めでもね、S ランク必要なので、ここは外せないところかなと思います。それでは早速ね、バトルロードで育成できる S ランク紹介します。一覧はこちら。現在才能開花済みのバトロで育成できる S ランク全部で35体います。そしてまだ未開花の S ランクが全部で12体、プラスイベントで現在メタルカイザーが来てるという感じですね。今回はやはり未開花のキャラを S 級に上げるっていうのは、ドルマゲスとか水着ゼシカぐらいならまあ突次第ではいいかなと思うんですが、やはり才能開花してる S ランクを育成した方がいいんじゃないかと考えまして、今回7戦選んできましたので、そちらのバトルを紹介していきたいと思います。では行ってみましょう。それではまず1体目紹介していきたいと思います。こちら、追憶の2021魔獣フェスティバルのシャドウベビーロード。はい、こちらでね、 S ランクベーラを育成することができます。私はちょっと凸が少ないのでランク上げれていませんが、無課金美課金の方でベーラは常設なので、ギルド大会の防衛で入れるキャラを悩んでる方は、素早さ盛りにしてベーラを入れておくとかなりいい防衛をしてくれます。移動4でね、実質射程が8ありますので、単凸4凸以上の方はベーラ育成してあげてください。かなり活躍してくれると思います。合わせてこちら、トドマンとかブラウニーとか育ててあげてもいいかなと思います。低ランクに関してはランクアップ、秘石が6、玉が5、系統オーブが7、この辺で育成できたり、必要ゴールドが1600ゴールドぐらいしかかかりませんので、C ランク、D ランク以下ぐらいだったら雑に一緒に上げていってもいいんじゃないかなと思います。そこはゴールドと素材と相談してください。かなり余裕がある方は B ランクも一緒に育成してあげてもいいかもしれません。まあ、注意点としましては、A ランクだけは A8 から A9 に上げる場合、虹のダイヤモンド1個かかりますので、ここはちょっとね、かなり厳選した方がいいんじゃないかなと思います。そこだけお気をつけください。それでは続きまして、2つ目。DQ シリーズイベントの一番上、難イベント、サンディーロードで、こちら、グレイナルとバルボロスですね。一応合わせてサンディーも育成できるんですが、サンディーに関してはハテナ系なので、補助タイプは今すぐ育成はまだしなくていいかなと思います。なのでここは一旦ステイ。グレイナルバルボロスに関してはドラゴン系ですので、最優先は神竜上げていただきまして、防衛に使う方はフォレスト、その次に戦力として上げていくのであればグレイナルバルボロスが一番いいんじゃないかなと思います。合わせて E ランク骸骨、私はもう終わりましたが、大木槌 F 級に上げてあげてもいいかなと思います。やはりね、フォース持ちは強いので最優先っていうわけではありませんが、余裕が出てきたら空いてる時間でバトルを回してあげてください。それでは続きまして、3つ目、ドラクエシリーズのこちらも難イベント、主様ロードですね。こちらではエルギオス、かなりおすすめです。今回ストーリーハードの
一番上13章の1か3か鬼コンボのところね、結構難しかったと思うんですが、私エルギオス連れてったんですけども、鬼コンボのダメージをゼロにすることができました。 S8 なんですけどね、めちゃめちゃ強いです。1突以上で持ってる方はエルギオスかなりおすすめです。だいぶ強化以下いただいたと思いますので、ぜひ育ててあげてみてください。ハテナ系はね、ちょっと競合が多すぎて、エスタークとか他にもね優先したいキャラいると思うんですが、その中でもやはり謎のねダイヤモンドがなかなか手に入らないと思いますので、クエストに連れていくキャラ5体が渋滞してるんであれば、空いてる時間にバトルロードを回して戦力を上げていくというのがいいんじゃないかなと思います。主様は一旦置いといていただいて、イエティ、ヒートギズモ、ドラキーマぐらいだったらランク9に上げて一緒に育ててあげてください。次ダイヤモンドが手に入ったら私エルギオス上げたいと思っております。それでは4つ目、続きまして2021ドラゴンフェスティバル、こちらですね、ボボンガーロードっていうとこがありまして、こちらでフォレストドラゴンを育成することが可能です。ピサロナイトのね凸が少ない方とか、防衛にフォレスト入れたいよっていう方は、神竜の次に優先的にフォレストを育成してもいいんじゃないかなと思います。ハイザードラゴンに関しては結構強いんですけども、どっちかっていうと攻略向けのキャラなので、そんな急いで一緒にあげなくていいかなと思いますので、カイザーは一旦ステイ、フォレストとドラゴンバゲージ、あと竜騎兵ぐらい一緒に育ててあげていいんじゃないかなと思います。皆さん今ね、やはり虹のダイヤモンドがなかなか集まらないというところで育成詰まってると思いますが、どっちにしてもね、古文書を使い切ってしまったらクエストに連れていけるキャラは5体までしかいないので、バトルロードにいる才能開花キャラをしっかり育てていくのがランク9の環境に慣れていく大事な部分かなと思います。それでは5つ目なんですけれども、ドラクエシリーズのドラクエ3スカルゴンロード、こちらで魔王ゾーマ様をね育成することが可能です。私はもう S9 レベル140まで育成してきました。やはりね、凍てつく波動サイコレクイエムがランク9になった恩恵がかなり大きいので、耐久も高いし、対ゲマ戦に対して対処できるキャラがね私にはあまりいませんので、ゾーマを使ってゲマを対策していきたいなと考えております。なので私はゾーマを S 級にしました。使ってみたんですが、やはりめちゃくちゃ強いですね。 PVP でも使えるぐらい強かったです。そして才能開花してるしびれクラゲ、マドハンド、合わせて E ランクのスライムベス、この辺も一緒に育ててあげてみてください。私はもうバトル回しまして各キャラ9まで上げてきました。謎のダイヤモンドね結構貴重なので、ここはね悩まれる方いるかもしれませんが、私はゾーマが大好きなのでキャラ愛で使っていくという感じですね。では6体目、追憶2021一番上のおてんばサンタ、サンダタロードでサンタアリーナですね。やはりこのキャラは移動力も上がる、バフもかけれて素早さダウンできて、会心がやっぱり出るっていうところが土着層強いです。しかも合わせてシールド小僧も育成できるっていうのが大きいところですね。サンダタは一旦ステイしていただいて、まあゴーレム、笑い袋ぐらいだったら一緒に育ててあげてみてください。さっきのゾーマのところも2ターンで周回することができるんですけど、こちらサンダタロードも2ターンで周回することできます。こんな感じですね。サンタアリーナがドン、サンダタドン、ゴーレムドンして、ここでちょっと足らないんでね、1ターンできないんですけど、サンダタでドンして終わりですね。これでですね、経験値がバトルロード7で1周36,800獲得することができます。だいたい300万ぐらい経験値が必要なので、約100周ぐらいしてあげれば S 級まですぐたどり着きますので、バトルロードをうまく活用していきましょう。それでは最後7つ目、開花ロードの大槌ロードっていうのがありまして、こちらの特訓ステージ 1,2 では経験値はもらえないので、特訓ステージで経験値を稼ぎましょう。こちらではデスピサロを育成することが可能です。私は個人闘技で 100% デスピサロ使ってますし、速攻できる高突は私デスピぐらいしかいないので、もう S 級140まで上げてきました。合わせてベビパン、ヘルゴースト、大木槌、あとバブルスライムですね、この辺も合わせて育成できますので、ぜひ回してみてください。こちらも2ターンで周回することが可能です。一回やってみましょう。ストーリーハードね結構難しいんですけれども、
まあ、なんとかねミッションコンプしていただいて、毎日ねできれば虹のダイヤモンドと系統全部落ちるところと謎英雄、この4つぐらいは30ジェム回復してなんとか周回していった方が、まあ初め3ヶ月ぐらいはやった方がいいかなと思いますので、頑張ってランク9やっていきましょう。ロザリーモーション変わっちゃったね。あれ可愛かったのに。あとかなり地味なんですけど、ギルドのこの木、地味にアップデートされてて、実が鳴ってタップしたらギルドミッションが開けるという形になっております。アイテム回収ができるって感じですね。ということでご視聴ありがとうございました。それでは。